和樹大橋です。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ミュージックビデオについてお話をさせていただきます。今回はミュージックビデオのお話なんですけども、これからカメラや動画編集を始める方や iPhone でちょっとやってみようかなと思っている方にとっても一つの学びができる動画になっていると思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。まず僕なんですが、現在ギター、ベース、ドラム、ボーカル全パートを担当して音楽活動、ミュージシャン活動をしております。また完成した楽曲のミュージックビデオも現在自分で制作をしております。なので自分でミュージックビデオを作ってみて得た知識を少しでも皆さんと共有できたらと思ってこの動画を作りました。まずミュージックビデオなんですけども、もうその名の通り音楽と映像が融合したものです。耳で聞くということに目で見ることを加えることによって、楽曲の思いやアーティストの雰囲気など音楽だけでは伝えられなかった部分も伝えることができます。音楽と映像って互いに相乗効果があるものだと思っていて、例えば映画やドラマの映像の裏でも BGM という音が使われています。この音が加わることによって映像だけでは伝えられなかった臨場感だったり感情だったりがより伝わりやすくなります。 YouTube でも YouTuber さんは基本的に映像の裏側で BGM を流してますよね。それでより楽しい雰囲気を楽しくしたりだとか、悲しい雰囲気を悲しくしたり、やはり映像に音楽を加えることによってより伝わりやすくなります。ミュージシャンが作った音楽にはいろんな思いや感情が込められていると思います。それをもっと聴いていただける方に伝えることができるように、もっと楽しんで聴いていただけるように、動画時代の今、ミュージックビデオはミュージシャンにとって必ず必要なものになっています。ミュージックビデオと簡単に言いましたが、一つ大きな壁があります。それはお金です。ちょっとリアルな話になって申し訳ないんですけども、1曲のミュージックビデオをプロの方に頼もうとすると、内容によりけりなんですけど、やはり何十万円というお金がかかってきます。メジャーのアーティストさんになると1曲のミュージックビデオで何百万円もかかっています。ただやはりプロの方が作る映像はもう本当に素晴らしいので、アルバムの販売に伴う宣伝のミュージックビデオやここぞという勝負曲はどん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 プロの方に頼むべきだと思うんですけども、全部の曲を頼んでいたらいつか予算が尽きる日が必ず来ます。そこでミュージシャンの方々も自分でミュージックビデオを作れるようになれば、より活動の幅が広がってきます。これは完全に個人的な意見なんですけども、動画時代の今、ギター、ベース、ドラム、ボーカル、キーボード、それ以外にカメラという目で聞かせるポジションもあってもいいんじゃないかなと個人的に思ったりしてます。今回の動画ではミュージックビデオの撮影編集をする上で最初に押さえておいてもらうといいポイントをお話しさせていただきます。なのでバリバリ撮影されている方や、すでにある程度の撮影を経験されている方はちょっと物足りない内容になってしまうかもしれません。なので今回はちょっと細かい内容はなしにして解説していこうと思います。それでは行ってみましょう。皆さんどうでしょう、映画を見てるような気分にならないでしょうか。え、お前らと映画っぽく見えない、それは大変失礼しました。それではこちらではどうでしょう。まずはこちら、そしてこちら、どうでしょう、上下に黒帯を入れると映画っぽく見えないでしょうか。これは映画でよく使われているシネマスコープという画面比率を使っているからです。難しいですよね、話している僕もちょっと危ういです。今回は一旦画面比率は置いておいて、上下に黒帯を入れると映画っぽくなる、シネマチックになるということだけ覚えておいてください。このシネマスコープというものはミュージックビデオでもかなり採用されています。なのでこの後よかったら皆さんが好きなアーティストさんのミュージックビデオを見てみてください。もちろん入ってないミュージックビデオもあるんですけども、結構な確率で上下に黒帯が入ってると思います。この上下の黒帯の入れ方はすごい簡単なので、ネットでシネマスコープスペースやり方とか、シネマスコープスペース皆さんが使っている動画編集ソフト、例えばシネマスコープスペース Adobe Premiere Pro みたいな感じで調べてもらうと簡単に出てくるので、ぜひ調べてみてください。皆さんが持っているカメラや iPhone でこういった数値を見ないでしょうか。僕はカメラの勉強をする前まではこの数値が何が何だか分かっていませんでした。この数値をフレームレートといって、1秒間に何個もの静止画を流しているかを表しています。なので例えば24という数値であれば1秒間に24枚の静止画が流れていることになります。
簡単なイメージをお伝えすると、パラパラ漫画を浮かべてもらうと分かりやすいと思います。24枚の紙に例えば棒人間が歩く姿を書いて、それを1秒間でパラパラすると24という数値、24フレームパーセカンドになります。ちょっと分かりづらかったら申し訳ないです。またこの24という数値、24フレームパーセカンドは映画の世界でスタンダードとされているフレームレートになっています。他にも30、60、120、240と違う数値もあって、例えば30だったらニュース番組やテレビ番組でよく使われているフレームレートで、60だったらスポーツの撮影でよく使用されているフレームレートになってます。この話ももっとしていくと細かい話になってしまうので、この動画では24フレームパーセカンドが映画の世界でよく使われているフレームレートだということだけ覚えておいてください。でもなんで映画の世界で24フレームパーセカンドがよく使われてるかというその一つの理由として、24フレームパーセカンドは人の目で見た時に一番自然な見え方をするようです。なのでより人に伝わりやすくて、メッセージを送りやすいフレームレートなので、メッセージ性が必要とされることが多いミュージックビデオでもよく採用されているフレームレートです。なので基本は24フレームパーセカンドでミュージックビデオを撮影するといいと思います。撮影するときは手持ちで撮影をしたり、三脚に乗せて撮影することもあると思います。どちらも不正解ではないですし、シチュエーションによって良し悪しもあると思うんですけども、まずは手持ちで撮影することをお勧めします。その理由としては、まず手持ちで撮影をすることによって動きがつけられます。映像に動きがあった方が自然な見え方がするんですよね。あと手持ち独特のブレが映像に生まれます。このブレも自然な見え方がする一つの理由となります。どこかエモーショナルな感じにもなるような気がするんですよね。よかったら皆さんの好きなアーティストさんのミュージックビデオを見たときに、特に止まってる映像で注目してもらいたいんですけど、結構の確率でブレていると思います。手持ち独特のブレだったり、故意的にブレを作っていたり、ブレの種類は様々なんですけども、やはりこのブレがあることによって自然な見え方だったり、エモーショナルな見え方がしてきます。逆に三脚で撮影をするとブレもそうなんですけども、動きをつけることもできません。なのでどこか不自然な見え方になってしまうんですよね。もちろん三脚を使って意図的な撮影をすることもあると思うんですけども、初めは手持ちで撮影することをお勧めします。ミュージックビデオの感じ、雰囲気を出すためには色調整、カラーグレーディングをすることが必須になってきます。色を調整することによって映像の雰囲気をガラッと変えることができます。こんな感じに。いかがでしょうか。同じ映像でも雰囲気がガラッと変わりませんでしょうか。インスタグラムをやられている方でしたら、投稿するときにフィルターをかけますよね。フィルターをかけることによって写真の雰囲気が全然変わってくると思います。色調整、カラーグレーディングはそのイメージとほとんど一緒だと思ってください。またもし一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラをお持ちの場合は、設定があったらログ撮影で撮影をしてみてください。こちらもちょっとした専門用語で説明をするとちょっと長くなってしまうので、この動画では色調整、カラーグレーディングをする際にログ撮影で撮影をしておくと、より選択肢が広がるということと、ミュージックビデオの制作においてログ撮影はかなり使用されているということだけ覚えておいてください。ここからはちょっと技術的なこととはずれますが、予算があったら一眼レフカメラ、特にミラーレス一眼カメラを購入されることをお勧めします。 iPhone じゃ作れないのと思われた方もいるかもしれないんですけども、 iPhone でもミュージックビデオを作ることは可能です。ただやはり iPhone で撮影した映像とミラーレス一眼カメラで撮影した映像では明らかな差が出てしまうのも事実です。こちらをご覧ください。解像感や色写り、ピント、いろんな部分で違いがあると思うんですけども、まずやはりパッと見てわかるのがボケ感ではないでしょうか。ミラーレス一眼カメラで撮った映像は背景が綺麗にボケて被写体が浮き出しているように見えると思います。
ここでちょっとボケについて違って伝わるようにするために軽く細かいことを話させてもらうと、ただミラーレス一眼カメラを購入したら背景がボケるというわけではなくて、 F 値を低くする、望遠で撮る、近づいて撮るといったようにちょっとした知識が必要となってきます。ですが背景をぼかすぐらいの知識したらカメラを触っていればすぐに絶対わかりますので、その辺はご安心ください。ここでこうやってお話をさせてもらいましたので、後日ボケについての簡単な動画を YouTube にアップしようと思います。その際はぜひご参照ください。もう動画が出ていたらここから飛べるようにしておきます。ちょっと話が逸れてしまいましたが、この自然なボケ味は一眼レフカメラ、ミラーレス一眼カメラの得意のものです。決してお安いお買い物ではないんですけども、画質の向上やログ撮影ができると他にもいろんなメリットがあるので、予算があれば一眼レフカメラ、特にミラーレス一眼カメラを購入されることをお勧めします。おいおい、この動画はミュージックビデオを自分で撮ろうという動画じゃないのと思われた方もいるかもしれないんですけども、ミュージシャンの方向けになってしまうんですけども、一度プロの方に撮影をしてもらうことをお勧めします。もしくはミュージシャンの方、ミュージシャンじゃない方でもプロの方に同行できる機会があったら、アシスタントでもどういった形でもいいので一度同行させてもらうことをお勧めします。一度プロの方に撮影してもらうことによって、撮影の流れや打ち合わせの流れ、撮影の方法、使用されている道具など一通り実践を通して学ぶことができます。何も経験していない状態で撮影すると、いざ撮影となった時にどう撮影をすればいいかとか、どこを撮影すればいいかとか全然分からなくなって、無駄にいろんな場所を撮ってしまったり時間ばかりかけてしまったりと、いきなりだと分からないことが多すぎると思うので、1回か2回はプロの方にお願いをして撮影をされながらプロの方の技術を吸収するということをお勧めします。プロの方にお願いすると実践を通して学ぶことができるんで、自分で勉強して学ぶよりも吸収力が早いと思います。特に撮影をされることになったら、自分がどうやって撮影をされているかを意識して撮影に挑んでみましょう。それでどんどんプロの方の技術を吸収してミュージックビデオを作っていきましょう。ただプロの方に頼むと予算がどうしても厳しいという方もいると思います。今は企業さんだけではなくてフリーランスとしてミュージックビデオを撮られている方もいるので、そういった方に見積もりを頼むと少しは予算が抑えられる可能性もあるかもしれません。もちろん僕でも大歓迎です。日本全国どこへでも行くのでぜひよろしくお願いします。はい、以上となります。今回の動画ではミュージックビデオ制作の基本的な部分をお話しさせていただきました。今回得た知識を使って撮影編集をしてもらうと、よりミュージックビデオのクオリティに近づいた撮影編集ができると思います。ただそれに加えて今回得た知識を実践していくと、たくさんの疑問も出てくると思います。なんとなくの予想ですと、ミラーレス一眼カメラを購入したり持っている方は24フレームパーセカンドで設定したんだけど、 ISO の設定はどうするの、シャッタースピードの設定はどうするの、ログ撮影にも種類があるんだけどとか、これは iPhone にも言えることなんですけど、スローモーションを入れたいんだけどどうすればいいのとか、逆にブレない映像を入れたいんだけどみたいな感じで、どん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 疑問が生まれてくると思います。でも今回学んでいただいた知識を実践していけば、こういった疑問たちにも出会うことができて、どんどん撮影とか編集が上手くなっていくと思います。今はインターネットや YouTube にもたくさんの解決方法がありますし、僕自身も皆さんとこういった情報共有ができるようにカメラの技術もどんどん磨いていこうと思ってます。こういった動画も随時アップしていけますので、よかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ぜひカメラの方も皆さんと一緒に頑張っていけたらすごい嬉しいので、今後ともよろしくお願いします。はい、では今回は以上となります。最後に少しだけ宣伝させてください。僕は音楽活動もしておりまして、YouTube にミュージックビデオを公開しております。この後よかったらミュージックビデオを再生リストにまとめてありますので、ぜひ見てみてください。また、いろんな音楽のサブスクで僕の曲が聴けるようになってます。例えば Apple Music とか LINE Music とか Spotify のような、他にもいろんなサブスクで聴けるようになってますので、契約されている方はぜひ聴いてみてください。では今回は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いつも通りよ。